ちは、尾上雄和郎です。今日はですね、いつもの八重地にソロキャンプに来ました。いや、結構やっぱ涼しくなりましたね。8月も終わりになって、ちょっとですね、標高が高いところに来るとだいぶ涼しいですね。ただ平地はですね、めちゃくちゃ暑かったです。これからですね、まず我が家を建てていきたいと思います。今日の我が家はこれです。この間届いたばっかりのテントですね。非常にコンパクトになります。またいずれレビューで、紹介動画をですね、作りたいと思いますけど、とりあえず今日は、使うだけで設営完了ですね。あっという間に設営できました。実はですね、インナーが吊り下げ式なので、ポールを立ち上げるだけであっという間に、設営完了となります。これからですね、ちょっと荷物を中に入れて行きたいと思います。完璧に設営完了できました。前にテーブルを置いて、椅子を置いて、で中に、寝袋ですね、マットですね。いや、いいっすね。これで7900円は安いっすね。超お買い得です。さあ、これからちょっと飲みましょうかね。それでは皆様、よろしいでしょうか。準備は。乾杯。身震いがしますね。久々のアルコールが身震いしますね。身震いね。いやー、うまいっすね。染み当たってきてますよ、体に。今時間が12時半で、気温が29度ですね。平地はですね、35度ぐらいまで上がってたんで、やっぱ涼しいですね。若干多分日が暮れるにつれて涼しくなってくると思います。これからですね、ちょっと夕食の下ごしらえに入りたいと思います。豚ロースですね。よっ、はい。この豚ロースをですね、まずちょっとこう、こうやって刺していって、穴を作る。ジップロックに、
出ます。ちょっとつけますね。購入します。よいしょ、よし、半分ぐらいかな。ちょっとつけ置きですね。こうもみもみして、新婚さんいらっしゃい。お元気ですか。こんにちは。今週も美味しい楽しんでいただきたいと思います、はい、新婚さんいらっしゃい。キャンプとオーキャンプとテントつってキャンプとオーキャンプ大好きカップル登場。なんと突然スタジオにテントが。一体なぜ？できました。豚の生姜焼きと、ご飯ですね。いただきます。ご飯も美味しい。豚の生姜焼き。美味しいです。最高。ごちそうさまでした。
はようございます。昨日はですね、お酒を飲みすぎてグロッキーになってましたねあ、5本飲んでました。5本、 9% のチューハイを5本、まあ、ダメですね。それだけ飲んだらいつもだいたい5本ですもんね、限界は。いや、昨日は大事でしたよ、本当に。もう気持ち悪くてですね、お腹1時半頃ですね、気持ち悪くて目が覚めて、なんかあんまり覚えてないですよね、これ。いつ寝床に行ったのかとか、なんか微妙に覚えてないっていうのが怖いなと思って記憶が何やってんだろう、何十生姜焼き食べた後ぐらいまで覚えてるんですけどね。その後なんかこう拭いたりしてすぐ寝たのかな。皆さんお酒の飲みすぎには気をつけましょう、はい、今日の朝はカレーパンとヨーグルト、コーヒーいただきます。うまいまあまあ、いやー、このテントですね、思った以上に反響があってですね、すごかったですね。あのツイッターとか、インスタグラムでちょっと載っけたら、フェイスブックとかですね、で載っけたらですね、来なんかみんな、どこで買えるんですかとか、欲しいとかですね、なんか結構なんかもう売れてきてるんじゃないですかね。自分も一応レビューはですね、 Amazon レビューは載っけたんですけど、もう2つぐらいついてましたね買って損はないと思います、うん、まあまだですね、レビュー動画は上げてないんですけど、多分欲しくなると思います。この大きさ、広さ的に言ったら、まあ大体一番近いのがライダーズバイクインテントかな、全室の広さが近いのはですね、ちょっとこっちは傾斜してますけどね、でもライターズバイクインテントが一番、ちょっと大きさ的に近いかなって感じです、全室。ただですね、インナーがですね、寝室がめちゃくちゃ広いんですよね。これライターズバイクインテントの多分2倍ぐらいあるんじゃないですか。2人寝れますからね、夫婦2人で、まあ、カップルでもいいし。そしてかなりコンパクト、45×22 やったかな、でペグ抜けば 3.5 キロぐらい、ネイチャーハイクの日々3と同じタイプなんですけど、値段は3分の1というですね、スペックもほぼ一緒です。まあ微妙に違うところあるね、メッシュの量とか、あとはもうクロスしてるポールの位置がですね違うんですよ。このテント結構天井の方にあるんですけど、 PB3 はこっちの方にあるんです、クロスするところですね、こうなってる感じですかね、うん、で昨日一日寝たんですけど、まあ、締め切ってですね寝たんですけど、全く結露はなかったですね。
ベンチレーターがですね、結構大きいんで、まあ、こっち集中してるんですよね。現状3つと前室に1つ。まあまあ大きいベンチレーターなんで、まあその効果もあって結露しにくいのかなと思いますね。いや、朝起きてびっくりしました。あら、濡れてないなっつってすげえなと思ってね、うん、まあまた改めてテントレビュー動画は上げたいと思いますので楽しみにしていてください。それではいつものお絵かきタイムに入りたいと思います。ではですね、ちょっと下書きができません。ちょっといつものお絵かきセット忘れたんでですね、とりあえずはモノクロで描きます。今日はですね、できました。龍華図楼と7900円の激安ツールームテントです。超おすすめのテントですモノクロですいません。恒例の我が家の紹介をしたいと思います。まあ、いつもの装備ですね。こんな感じでちょっとごちゃごちゃしてますけど、全部入りますからね、テントの全室に。もちろんですね、締め切ってもテーブルは収まります。で、中がですね、かなり広いんですよね、インナーが。インナーがこんなに広いです。まあ、インナー半分にして全室がもうちょっと広ければね、もう文句ないんですけど、まあ7900円なんで全然許せますぼちぼち片付けていきましょうかね。名残惜しいですけど、撤収完了ですね。いや、今朝は結構涼しいですね。23度ぐらいまで、下がりました。昨日はですね、季節は進んでますね。もう秋ですね。あ、昨日は豚の生姜焼き作ってちょっと飲みすぎちゃいましたけど、まあ、このテントがですね、やっぱこう最高ですね。7900円の激安ツールームテントですけど、結露もしなかったし、まあちょうどいい実験になりました。まあ雨はですね、降ってないんでちょっと分かんないですけどね、雨漏りとかそこら辺はですね。まあまた改めてテントレビューの時にでも実験したいと思ってます。いやー、まあ、ソロキャンプ最高っすね。いやー、楽しかった。静かだし、川のせせらぎを聞きながら自分の時間に浸って、いや、
としみじみソロキャンプ楽しいなと思いますね、本当に。さあそれでは安全運転で帰りましょうかね、よかったらですねチャンネル登録よろしくお願いします。今後の励みになります。あのテントのですねご質問とかいつでもお待ちしてますので、Twitter とか Instagram とか Facebook とかもやってるんでそちらの方でもコメント気軽にしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。